駒込高しそ神社は、東京都文京区本駒込にある神社。文治五年源、頼朝の欧州征伐の時、霊夢のお告げがあり、神明を祀ると伝えられている。その後宮りもなかったが、慶安年中に、堀丹後主念寺家が再興する。江戸時代には駒込神明宮と称され、駒込村総鎮守とされた。空襲により残らず消失したが、 宇治湖拡張の熱意により1954年に新築し現在に至っている。地元の人たちからはかつてはお神明様と呼ばれていた。アマテラス大神江戸時代には駒込神明宮と呼ばれ駒込村の総鎮守として信仰を集めた。祭神がアマテラス大神であることから伊勢神宮の流れを組む神明作りの社殿である。社殿によれば 文治五年、源頼朝が、欧州征伐の途中この辺りに寄った折、夢で、松の枝に、ぬさがかかっているという神託があり、家臣、足立森長に探させたところ、松の枝に大麻が見つかった。それで頼朝は神明を祀ったという。江戸砂子によれば、直径四尺余りの神木であったが、京方年間に枯れた。その後、宮守もなく神社は途絶え、 神木のもとに小さな祠らのみとなったが、慶安年間に、堀、丹後森と市じ家が再興したという。1945年2月25日空襲により、消失したが、戦後再建し、山道敷石の整備や大鳥居の建設、植樹などに心がけ、緑濃く落ち着いた雰囲気を持つ境内である。近隣には、駒込富士神社があり、当社が兼務している。 平安時代末期に伊勢の新刊度愛氏が源の頼朝のための祈祷を行ったことで関東に伊勢神領地が生じたがそれ以前に祭りの場があった可能性もある。天保八年の唐と祭時期に祭礼の様子が記されており鹿島踊りが定例で若者が女装して女の腰巻きを帯の下にまとって神事を行っていたが法暦九年以降その神事は絶えた。 江戸時代には駒込新名宮と呼ばれ、付近の旧町名は駒込新名町という。現在は新名上町会が駒込高志祖神社の膝元として存在する。駒込高志祖神社、本写真与本所、大倉武次郎製作新交祭巡行絵図出展。ありがとうございます。